マディソン・ラーケア・テラン・ホール・ジョックは、アメリカ合衆国出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーは、グレックズ・グライン、エヴァン・ベイツ。2014年ソチオリンピック、2018年ピョンチャン、オリンピックアメリカ代表。2015年世界選手権2位。2019年4大陸選手権。2009年、世界ジュニア選手権優勝。母は、ヨーロッパ系アメリカ人。 父は、中国、ハワイ系アメリカ人で、ラケア、トクラン、ホールチョックという姓は、アイルランド、ハワイ、中国に由来する。母のバーバラ・ホールは1973年に、絵はがきという曲で、日本でレコードデビューをした経験を持つ。2013年大陸選手権2015、世界選手権2016世界選手権、カート・リンゲフェルターとは、 ノービス以前に1シーズンカップルを、組全米ジュニア選手権で4位に入った。翌シーズンからは、グレッグズーラインとカップルを組んでいる。2008から2009シーズン、ISU ジュニアグランプリシリーズ、ジュニアグランプリファイナル、世界ジュニア選手権と出場した試合すべてで優勝を果たした。シニア2年目の2010から2011シーズン、奇抜な衣装とメイクを施した。 フリーダンスが話題となった。グランプリシリーズスケートカナダとエリック・ボンパールハイの両方で3位となり、シニアの国際大会で初のメダルを獲得した。全米選手権でも3位となり、初めてのメダルを獲得した。代表として選出された4大陸選手権では5位、世界選手権ではパーソナルベストを更新し9位となった。その後、シーズン終了間際ニズーラインの引退による、 パートナー解消を発表した。2011から2012シーズンでは、シーズン初頭にエヴァン・ベイツとパートナーを組むことを発表、引き続き、シュピルバンドとズエワに支持することを決めた。新カップルのデビューとなった、フィンランデやアハイでは3位と検討、その後もスケートカナダで4位、エリックハイで5位とパートナーを組んだばかりとしては、好調な成績を収めている。 2012から2013シーズンは全米選手権で前年から順位を大きく上げ2位。4大陸選手権では3位。世界選手権ではお互いに自己最高の7位となった。国別対抗戦は1位。2013から2014シーズンはグランプリシリーズ2戦で銅メダルを獲得。全米選手権では2年連続で2位。ソチオリンピックは8位入賞。 世界選手権では自己最高の5位に入った。2014から2015シーズン、スケートアメリカでグランプリシリーズ初優勝。ロステレコム杯でも優勝し、2連勝で初のグランプリファイナル進出を決めた。そこでは銀メダルを獲得した。全米選手権では初優勝。4大陸選手権ではグランプリファイナルと同じくケイトリン、ウィーバー。 アンドリュー・ポジェ組に次銀メダルを獲得した。世界選手権では SD で、すべてのエレメンツでレベル4を獲得し1位。FD では順位を落として2位になるも、自身初の世界選手権のメダルを獲得した。2015から2016シーズン、グランプリファイナルで2年連続の2位。全米選手権では、4年ぶりに、マイア・シブタニ、アレックス・シブタニ組に敗れ2位。 4大陸選手権では3位に終わった。地元アメリカ開催の世界選手権では、前年より一つ、順位を落とすも、同メダルを獲得した。2016から2017シーズン、グランプリシリーズは2千ともに2位。3年連続出場の、世界選手権では、SD で表彰台圏内につけるも、FD のシンクロナイズドツイズルで、ミスがあり7位に終わった。 2017から2018シーズン8月に右足首を負傷し砕けた骨片が残ったままシーズンが始まったグランプリシリーズでは2戦ともに2位4年連続出場のグランプリファイナルでは5位に終わった全米選手権では SD で3位発進で FD1 位と巻き返すも首位に0.52点及ばず3位に止まったピョンチャンオリンピックでは SD のウォームアップで再び 右足首を負傷した。さらに FD のダンススピンでは、二人の靴のブレードが接触した影響で転倒し、総合9位に沈んだ。世界選手権では2年連続で表彰台を逃し、シーズンを通して怪我に苦しめられる結果となった。4月6日に右足首で砕けた骨片を取り除く、デジを行った。5月下旬にはコーチをマリー・フランス・デュブレイユ。 パトリス・ローゾン、ロマン・アグノエルに変更し、練習拠点をカナダ・モントリオールに移した。2018から2019シーズン、当初はグランプリシリーズへの参加が決まっていたが、怪我からの復帰に万全を期すために出場を辞退した。1月には、メンタートルン・サカズキで優勝して、競技会に復帰した。全米選手権では、前年よりも一つ、順位を上げ銀メダルを獲得した。 4大陸選手権では、同門のマディソン・ハベル、ザカリー・ダナ・ヒューグメのレベルの取りこぼしが重なり、2位から逆転優勝を果たした。共に、別々のパートナーと、世界ジュニア選手権優勝の経験はあるが、シニアの ISU チャンピオンシップス優勝は、これが初めてである。ありがとうございます。